どうもこんにちは宣伝部長の小いです。今日は破産犯罪人のお仕事ってことでお話をしていきたいというふうに思います。 というわけで破産のね、まあ、手続きが進みそうだということでそれが進んだらどうなっていくのということについて福永弁護士がね分かりやすく解説されていたので、まあ、詳しくはね下に貼っとくんでそちらを見ていただくといいというふうに思うんですけど結構ねもう専門用語がたくさん出てくるんで分かりにくい部分も私個人がねあったんでそこら、ね、辺をまあ自分なりに咀嚼しながら、まあ、今回はそれをさらに説明していくっていう、まあ、そういう動画に なっていきます。というところですね。はいで、福永弁護士がね。もういろんな人が持ってる疑問について。 でもうほぼ答えたんまずないですか,かさんに,に責任ね追及できるのかとか、まあ、あ特にアンチの人が言ったら立花さんの、ね、3.5億円の、ね、借金はどうなるんだとかですねあるいは、えーとですね、民事再生に取り下げできるのかとかそれからいろんな、ね、今払ってるおっさんが勝手に使っているお金についてはどうなるのとか含めて、まあ、いろんな疑問について答えておられたのでそれについてお話をしていきたいというふうに思います。はい ま結構な分量えー、っとですねまずは民事再生ですねは代表に管理処分権が残ったまま行われるというのがありますという問題があってですねあこれは要するにその破産手続きになりましたでそしたら民事再生どうするんだっていうのがあるんですけどその前に民事再生の問題点ですよね。 だから代表にこの管理処分権っていうのが残ったまま行われるらしくて、まあ、通常はねあの今回の件本当に特殊すぎて <laughs> いろいろ特殊なんでねあれなんですけどその一般的にはね会社の社長がねこう民事再生手続きとかするじゃないですか <laughs> だからあくまで再生が目的なんでいろいろ権限が残ったままになるわけなんですけど、まあ、基本的には代表がそのままだから、まあ、正直大津さんがあのままじゃ困るわけですよね。 っていうまあ問題点一番大きい問題点が残っていたのでここで苦労してたみたいですねはいでこの管理処分権っていうのは財産や所有物について処分する権限が代表に残ったままですということがあるので、まあ、だからこの辺の権限がないまま進めるのがちょっと大変だよねっていうのが多分あったんでしょうとはいで一方で破産 申請をすするとですねまあこれはまあ大津さんの側の動きを止めるためということでこの大津のこの管理処分権が剥奪されてまあもうほぼほぼ破産管罪人が全てねまああのまあ今大津さんが持ってる権限を取り上げるみたいな状況になるのでまあ正直むちゃくちゃ <laughs> してるように見えるんでまあこっちの方がまあいいだろうっていうところですよねはいででえー、っとそしてですね。 民事再生手続きは取り下げできるかっていうことについては、まあ、これ始まった たらとか、あるいは権利を行使してね、まあいろんなものを処分したりとかっていうのがなされていくとちょっとなんかいろいろあるみたいなんですけど今のところ始まってすらおらず今ね調査員が選任されて調査してるだけなのでまあ基本的にはできますよということみたいですね。これが取り下げできないというまあな何ていうんですかねまあこれに限ったことじゃないんですけどそのいろんな人がいろんなこと言うじゃないですか。で <laughs>、で、それ、ね、そのそれれのにに特に のかま立、あ、花さんちの方にそういう特徴が多いんですけどそのなんか自分たちにとって都合のいいやつはそれはそうなんだって感じでこのこの説があるみたいな感じでわっとなるので、まあ、こういうのが正直あの代表権騒動始まってからずっと見てるような気がするんですけどそこについて福永の弁,士弁護士が全部潰してくれるんで正直ね私とかもそうなんですけどそこまでねあの詳しい 法律に詳しいわけじゃないんでね、大変助かりますっていう感じですね。はい。で、えっ、ー、と、そしてですね、政党が破産申し立てできるのかってことですよね。まあ、今までなんか政党であることで、なんか普通の会社法が適用されないみたいな形でいろいろ苦慮してたところがあったんですけど、一応なんかまあ法人という扱いなのでできますということなんですよね。ただ、特殊なんですよね。会社の場合はだからせ、まあ、この破産申し立てして、で、 でで生産完了後にに消滅すするるっってていいいうことになってるらしいんですよねはい、ただ政党の場合の解散要件は政治活動し,しなくなったとか、まあ、規約に定められているかってことでまあ、N 党もそれから一応大っさんが作って勝手に作った規約を見てもその解散について要するに破産破産したら回答しますっていうのは書いてないのでだからまあそのまま残るだろうというところみたいですね。が 言われまあそういうことですということなのでえー、っと簡単に言うとだから法人としては残りますでそしてあの一般的に言うこの,あのなんだ破産っていうと個人の破産を思い浮かべるじゃないですかああいう個人の場合はその面積しないとさすがに生きていけないってなるので、まあ、あくまでこの面積っていうのは個人,に対象個人を対象としてなされるものでだから法人としては残るそして解散はしないので債務だけが残る。 だそうです。非常にわかりづらいですよね。はい。で。 でさらにですね、代表権裁判でおっさんが勝った場合には、この債務だけ残った法人の代表になって、しかも、まあ委任契約をした状態でないってことなので、まあ、責任だけ残るのかな。まあ、だから次の代表、残るまでは、なんか代表の業職も執行しなきゃいけないわけわからん立場みたいな形みたいですけど、この辺すごく難しかったですね、はい。だからこれはちょっと実際行われてみないとよくわからんみたいなことだというふうに思いました。 はいという感じなんでまあこれで逆に斎藤さんが勝った場合はだから斎藤さんが代表っていうことになって委任経過役を巻き直しするのかなで斎藤さんになってその後立花さんにするのかなですけどその時にだから債務もあのこう、まあ、引き取っていくみたいな債債,権債務か、まあ、引き取ってってで国政政党として復活させてみたいなそれで返していきますっていう、まあ、本来の流れの方にぐっと戻せるっていう、まあ、そういうことになるのかなというふうに思いますと。 いうところですねはい、でえっ、ー、とそしてですね破産の要件ですねはまあもう何回もいろんな方がおっしゃってますけどまあ下記のどちらかということでえっ、ー、と支払い不能状態にあるかえっ、ー、とで実際その、まあ、債務を傷つけ 適任に支払えない状況ということで、まあ利息払いませんって言ってますからね。大塚さん。でも、も、ま、う、あ、すでにこの状態でもあるし。で、債務超過ですね。いわゆる債権と債務を比較して、まあまあ簡単に言うと、あ、大赤字っていうことになるわけですけど、現状においてもこれも返せない状況であるから、債務超過。まあ両方満たしてるっていう。まあ、そんな感じですよね。はい。で。 まあこういう時に至った時になんかこう支払い停止状態であるっていうことをあの外部に示した時のことを言うらしくてだからまああのまあすでに3月29日がそれに当たるんだろうなと思うんですけどまあ橘さんが今これあの債務超過してるだったっけなっていう感じで言うことを言ってたと思うんですけどはいでそれプラス えと大津さんがいわゆる半旗を切りがした後に村岡弁護士の方から4月7日なんかにもう破産状態にありますよってお金使ったら大変なことになりますよっていうことを確か、えー、と警告してたと思いますって感じなんで、まあ、それはですねどこからが認定されるかによって、まあ、今後結構大きな話になっていくと大津さんのいわゆる責任問題ですよねでそしてで大津さんがこの債権 自体に、ね、ないんじゃないかみたいな <laughs> 寄付なんじゃないかって言ってる件があるのでまあまあこれについても破産手続きが進めばその破産関済2が確定していくんでねはいでえー、っとそしてでもし調べてって大津さんが言うように債権がないってことになれば破産手続きは止まるんで、まあ、よかったですね大津さん見てもらいますよということだと思います。 はいでさらにですねえっと破産の手続きが進む中で最初になんか以前村上弁護士もおっしゃってたんですけどこの破産管罪人がなんか破産財団っていう中にお金をボコボコ入れるみたいですねだから処分できるやつとかまあ預金にあるやつが全部そのお金にできるものはして預金もかき集めてそこの破産財団ってやつにポンって入れて、まあ、そこからお金をつまあ要するにあの補填していったりするらしいんですけどでまずこの。 財団債権ってやつですね。まあ、これに関しては優先して弁済するらしいですね。だからこれはなんか手続き中で生産前でもいろいろお金が支払えるらしくて、まあ、例えばですね、まあ、給料なんかですね、破産手続きの3ヶ月前までぐらいの給料だったら、まあ、これ優先的に払うとか、まあ、ここは優先的に払うものはここから払うみたいですね。はいで、えー、っとそれでもうほとんどこっちですね。B の破 債権ってやつになるらしくて破産手続き前の請求権ということでだからえー、っとですね給料なんかでも4ヶ月以上前とかだと、まあ、こっちの債権になるらしいんですよね。はいっていうところで、まあ、いずれにしてもまあやっぱり給料とかはかなり優先的にあの守ってもらえるような状況なので。 まあこれも大津さんが言っていたあの給,なんか給料だった方とかそうじゃないっていうことについてはここでも見てもらえるんで、まあ、よかったですねって感じですね。だから今支払いの申し立て等々もしてると思うんですけどそれも必要なくなってまあでも、ねえー、と破産完済人がどこまで認めてくれるかっていうのはちょっと微妙なとこではありますけれどもいずれにしても一応まあ <laughs>。 その基本的な給料に関しては認めてもらえるみたいですね。はいはい、であとが、まあ、ほとんどはここですかね一般的破産債権っていうところになるらしくていわゆるこれが10億の借金であるとかまあ役員報酬があれば払ってるとかねまあ弁護士費用とかねっていうのがありましてでこれをまあ安分して払っていくので、まあ、結構 結果として、まあ、これもしねトヨタ弁護士のお金を支払わなきゃいけないものがあったとしてもかなり減るんじゃないかっていう、まあ、ことみたいですけどね、はい。ということで非常にややこしいですが、まあ、一応まあこんな感じの手続きで進むみたいですね。はい、でさらに、まあ、具体例で言うとこの従前ビル問題っていうのがあってで例えばこれがすごいわかりやすいんでね、まあ、まずは破産管済にはこの <laughs> 賃貸も必要かどうか判断して切っていくみたいですね。 はいでこれもね、なんかあの賃貸が何たらって大津さんも言っていたんで、これも判断してもらいますね。<laughs> で、まあ、これを総務契約っていうの場合は、ですねまあ、契約、相手先がいるから、そっちの事情もあるでしょうっていうやつらしいんですけど、まあ、いずれにしても、これが必要と判断されれば、先ほどの財務債権ですね、まあ、ここで優先的に支払われるら,らしいんですけど、 まあ、基本的にこ,れこの破産管罪人のです、ね、判断基準は債権者のためにといいますか債権者のプラスになるんだったらやるみたいな感じなんで、まあ、特にこれ従前ビルとかいらんでしょう。<laughs> これがあることによって何かお金を生むとかっていうのがあれば取っとくでしょうけど、まあ、そういうのもないので普通で考えたら切る対象ですよね、はいでえー、とそしてですね。 えとトヨタ弁護士ですねの、まあ、報酬ですね、これが支払われるのかということで、まず、えーと、破産開始決定とともに、委任契約消滅でございますということで <laughs> あの、大津さんの代理人にはなくなってしまいますね。はいでだから現在の代理行為ですね、訴訟等は一旦停止と。 で継続が必要かどうかを、えー、と関罪人が判断するというところで基準はだから、まあ、やっぱり配当を増やせるかということでだから少なくとも大津さん個人のものは解除されるでしょうとでポイントはあのそれ以外のものですねまあそれでも党,党でなんか債権者があんのかないのかとか訴えてるやつとか等々含めてんなもんは全部ダメでしょう。<laughs> <あの笑> <laughs> っていう話になると思うんですけど私は1個だけ残ると思っててそれが代表権裁判ですよねあれは重要なのでかつそうですねあれを継続するっていうことがおそらく債権者にとってプラスなんですよ。 斉藤さんが勝てば債権者がお金を回収できる可能性が上がるので、まあ、そういう意味においてはですね斉藤さんに勝ってもらうのが一番いいのでおそらく代表権裁判はキープということになるんだと思います、はい、ただ一審が終わるまでだと思,思いますねおそらく<笑><笑>じゃないですかね、はい、えっ、ー、とでそしてですね えとあと、大津さんへのね、まあ、責任追及みたいな話ですね。これができるのかと。で、代表権裁判で大津が勝った場合はやっぱ難しいということですけど、斎藤さんが勝った場合はね、無権代理ということになるんで、それはできるでしょうということですね。これはやっぱり従前の見方と同じで、あとですね。 まあこれ大津さん側ですねのなんか権利関係において異議申し立てとか訴訟ができるっていうのが一部お話しされていたんでなんかでも制限されるみたいな話ぶりだったんでここちょっとよく分からなかったんですけど、まあ、何らかしら異議申し立てはしそうなのがあるのでまたこれで時間稼ぎとかできるのかなっていうのはちょっとねまあ、こう心配な点ではありますと。はいで そして破産手続き前に大津氏が使ったお金を取り戻せるかってことですよね。はいでこれに関してはですねいわゆるこう破産の兆候を知りながら債権、えー、者を害する使い方をしてたら1年前まで認否の対象ってことなんで1年経ってないんでね代表権裁判あ代表権相談始まってからだから。 まあその破産の兆候は知ってますよね。でご自身でもいろいろ言ってますよね。っていうところがあるし、もう最近のなんか斎藤さんとの Zoom の中においても、政党助成金以外のなんかこう原資みたいな話については一切されてないですよね、債権者に返すために。ということなので、まあ、どう考えても破産の兆候を知りながらまあ、お金を減らすみたいな行為をしてたら、それが全部否認される可能性がねあるということですね。ただ 例えばなんか契約ごとで言うとね相手先が知らなかった場合は取り戻せないこともあるということですかねはいだからこれもまあでもなかなかないっすよねこんだけお騒ぎになっててねまあ橘さんの YouTube 等々でも言ってるし大っさん自身については、まあ、豊田弁護士からも連絡行ってますし、まあ、ご自身の発信もあるし 知らない例で言うと、なんかあんのかなって言って、従前ビルの契約相手ですら知ってる可能性がありますよ。これね。はい。<laughs> ということでございますと。で、 そしてですね、債、え、権、っと、者集会ですね、えー、皆さんお楽しみの債権者集会は必ず行われるということで、裁判所なんでね、ただ、なんかみ皆さんがなんか期待してる感じじゃないらしくてですね、まあ、大津さん自身はちゃんと出席義務があるそうです。これ、来なかった場合は相応の罪になるそうで、で。 でただ、なんかそこになんか債権者として、立花さんとかいろんな人がいて、オラオツみたいなのいう感じではなくて、あの、裁判所でやるんで、関罪人を通じて質問がなされるそうなので、まあでも、正直、その債権者って、まあ N 党関係者も多いから、そういった環境の中で、もうほぼみんな敵じゃんみたいな状況の中で、まあ、大須さんもいろんなことについて答えなきゃいけないんでね。はい。まあ、怒が飛ぶは飛ぶでしょうね、なんかその。 わけのわからんこと言ったらですよ。あの <laughs>、それは私のせいじゃなくて、立花さんのせいなんですとか言ったら、あーに行ってんだまえみたいなことになるかもしれないですけど、まあそこは静粛にって話なんですかね。はい。<laughs> ということが一応、まあそういうのがあります。はい。だからこれも終わった後に、あの、立花さんが裁判所の前で、まあ YouTube を撮るでしょうねって感じじゃないですかね。で、そして、えっと、 立花さんのですね、3.5億の借金問題ですね。これ結構ねアンチ側の人が結構言ってる件ですよね。だからまあ立花さんから回収すりゃいいじゃんみたいな話ですね。はいまあ、この3.5億円の借金の,その意味についてはちょっと。 私が個人的に思うこと後で話すとしてとりあえず福永弁護士がおっしゃっていたのは立花氏が認めれば普通に請求されますよとでまあでも認諾する何て言うのかな <laughs> 認諾するって本人おっしゃってたんで多分認めるんだと思うんですよでそして、えー、と支払うお金がなければ訴訟となるか有金、ね、没収みたいな感じになるらしいのでまあ基本的にはまあ出せるもん出してねぐらいの感じで終わる可能性がまあ高いんじゃないかと。 っていうところで,すか、ねはいでまあ、結局ねなんかこれなんか返せ返せみたいな大津、まあ、さんもこれ言うんですけどそのこの3.5億円が何なのかってどういうお金なのかってやっぱ考えなきゃいけなくってそれでその結局ね党から政党から3.5億円を立花さんが借りました。でこれをね私的に使ってたらシャンパン開けたりとかね。<laughs> <laughs> なんかお姉ちゃんに使ったりその私的に使ってんだったらそら何,何としてでも返せよって話になるんでしょうけどここは特殊でこれを党のお金を生むためのことに立花さんんが投資してるんですよねだからこの3.5億円の行き先が例えばガーシーさんのそのなんて言うんでしょうね、えー、とスカウトだったりっていうことだけ取ったとしてもじゃあまあ そのガーシーさんに3億で出てねって言いました。で、実際、でそのうち2億払ったのかなで,で、実際選挙に出てもらいました、当選しました。まあ、ガーシーさんだけの功績ではないですけれども、かなりの、えー、とそこで票数を生み、1議員が生まれました。これによって、政党助成金が入ってくる期間が6年延びました。 で、そのことによって入ってくるお金はみたいな形でそれが結構な額ですよねまあその3億どころかその倍以上のお金が入ってくるっていうところでですよだからその <laughs> そう考えると本来は党がーガーシーさんに直接払わなきゃいけないものですよねだけどちょっとルール上それができないので立花さん経由してって形なんで非常に複雑にはなってるんですけど その党の政党助成金っていうお金を生む装置ですね。まあ、会社で言うと、なんだろうな、工場の機械みたいな、工場を作ったようなもんですよ。だから、工場を社長個人が投資して、その工場を使って会社が儲けてるみたいな状況を作り上げてるわけですよね。そうだからその辺がね、やっぱりなんか今のルール上の穴をつくというか <laughs>、特殊なやり方を立村さんがされてるんで、まあ、あのー、 なんかこう、たなんてこう借金といえば借金なんだけど、ま立、あ、花さん通じて党が投資したお金っていうふうに捉えると、これって行ってこいどころか、なんていうんだろう、もうすでに回収できてるようなもんなんですよね。そう、だからこれって、なんていうんだろう、党からしてみると返してくれってお金じゃないっていうか、消滅させなきゃいけないお金ですよね。だからそれを、あのまあ、関西人の人がどう取るかっていうところがあるのかなって思って、 るんですよねはいだからただ関罪人としては何か債権者のために動くって考えると回収にかかってくるかもしれないっていうところでまあ、そこについてはだから福永さんおっしゃる通りに普通に請求されて周り、まあ、金没収みたいなことあるのかもねとは思いましたけどただここですよねだからそのなんかこう <laughs> その私的に使ったお金じゃなくて橘さん経営して党が使ってるだけよっていうそこをまあ まあわざと理解しないのかよくわかんないんですけどアンチの人たちはこういう形でわーっと騒ぐとか、まあ、大津さんもこれが理解できなくて言ってるんでしょうけど普通に考えたら党のためにあのなんかね党から直接払えないから立花さんを通してあのお金を出してくれてでそのねそれによって政党助成金が何億もボーンと生まれてありがとうしかないじゃないですかとまあ党,党,党に人格が政党に人格があるとしたらね。で <laughs>、 でそこを乗っ取った人がお金をジャブジャブ使いながら3億円返してねっていうのはもうちょっと本当に私はひどい話だなと思うんですけどね、まあ、ご本人はまあのんきに、まあ、しかも立花さん悪いって感じで言ってるんですけどそれがいかにひどいことを言ってるかっていうのを理解される日は来るんですかねはい。 というわけで、私が理解した範囲の中でいろいろお話をさせていただきましたけども、福永弁護士のね、多分解説を聞いた方がより理解が深まると思うんで、ぜひ見に行ってください。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。